小さな恋のメロディは1971年のイギリス映画。後にハリウッドで監督として成功したアラン・パーカーの脚本である少年少女の恋をみずみずしく描く。イギリスとアメリカではヒットしなかったが、同じく1971年に公開された日本やアルゼンチン・チリなどラテンアメリカ諸国では大ヒットした。現代メロディはヒロインの名前でもある。 舞台はロンドン。公立学校ながら、厳しい教師と生徒たちの間でささやかな対立が始まっていた。厳格な教えを説く教師たちや子供に過干渉な親たちと、それらに従うことなくそれぞれの目的や楽しみを見つけようとする子供たち。気が弱くおとなしい11歳のダニエルも、そんな生徒の一人だったが、同じ学校に通うメロディという少女と出会う。二人はいつしか、 互いに惹かれ、愛、悩みを打ち明け、初めて心を許す相手を見つけたと感じた。純粋ゆえに恐れを知らない二人は、学校をサボって、海水浴場へデートに出かけたことから、校長先生に叱られ、クラスメイトたちにも散々笑い物にされる。ダニエルは、悪友温床にしつこくからかわれ、殴り合いの喧嘩まで繰り広げてしまう。事情を聞くこともなく、押さえつけようとする。 大人たちに対し、二人は一つの望みを口にする。それは、結婚したいという、驚くべきものだった。どうして結婚できないのかと等が、当然親も教師も取り合わない。ある日、教師が授業を始めようとすると、教室はほとんどもぬけの空であった。自分たちの手で二人の結婚式を挙げようと、クラスの生徒が集団脱走したのである。教師たちは慌てて、彼らを探しに行く。 配線脇の隠れ場所で、恩賞が牧師を務める結婚式においてダニエルとメロディが誓いの言葉を唱えようとしている時に、教師たちに見つかってしまい子供たちはちりじりに逃げていく。暖かい日差しの中で大人と子供の乱闘が繰り広げられ、発明教の男の子が作った自家製爆弾が車を見事に爆破すると、大人たちは恐れをなして一目散に逃げていく。子供たちは、 やんやの喝采をあげる。その頃、ダニエルとメロディの二人は、オ賞の助けで追っ手を振り切り、線路上にあるトロッコに乗って、野原をどこまでも走っていくのであった。2015年12月22日発売の角川、書店版 DVD、ブルーレイには、上記全3種類の日本語吹き替えを収録。この映画には、大人社会からの独立戦争という趣がある。 結婚式を取り締まるべく、現れた教師たちであったが、爆弾マニアの少年が作った初めての成功作によって総崩れになり、少年少女二人が一緒にトロッコを漕いで、出発していくラストは、ドンとトラストオーバーサーティの時代の雰囲気を伝えている。また一方で、明らかに中産階級のマダムの一人息子であるダニエルと、労働階級の娘であるメロディの出会い、 労働階級出身と見える恩賞との友情というイギリスの階級格差が少年少女の恋愛というセッティングの中で無視されているという面白さもある。まずメロディーの名で制作されたが恋愛物としては不十分として SWALK に変更。しかしアメリカ合衆国では SWALK は普及していないとしてメロディーに戻され公開されている。ザマリンソサイティ 202ランバス RD、ロケ地の一つ、ランベスロードにある海事、海軍士、厚生協会及び海事協会学校アメリカでの公開は英国公開に先立つがヒットにはならなかった。イギリスでは散々叩かれた。デビットとアランを救ったのは小さな恋のメロディと題された日本での大ヒットだった。日本での人気は非常に根強く。 定期的にオリジナルサウンドトラック版が欠かさず生産され続けている。また、2010年開催の午前10時の映画祭、何度見てもすごい50本上映作品選定の参考のため、2009年10月に一般から募った投票では、第8位となる人気を見せ、2015年開催の第3回新、午前10時の映画祭ではラインナップに加えられた。 ビージーズの歌が全編を流れ、とりわけテーマ曲、メロディフェアを含むサウンドトラック版は日本で大ヒットした。サウンドトラックが CD 化されているのは日本、香港、アルゼンチンのみであり、ブラジルでは映画本編の DVD とセットのみで CD 化されている。ありがとうございます。